那覇空港、那覇空港、那覇空港は沖縄県那覇市にある空港。国内線の機関空港で空港法第4条第1項第6号に該当する空港として政令で定める空港、国管理空港に区分される。隣接する航空自衛隊那覇基地の施設が併設され民間機と自衛隊機が共用で使用している。前身は1933年。 昭和8年8月に建設された、旧海軍の軍用飛行場、おろく飛行場、おろく海軍飛行場、海軍おろく飛行場である。その一方で1936年、昭和11年3月には、軍民共用飛行場として、日本航空輸送の内地、台湾航空路の経由地点たる那覇飛行場として、台北飛行場と共に開港している、低新省航空局管理、 その後太平洋戦争、大東亜戦争時には、旧海軍が完全な軍用飛行場して接収し、飛行場も拡張された。1945年、昭和20年の日本の敗戦以降、沖縄を占領下に置いた、連合国軍の一つである、アメリカ軍に管理されていたが、1972年、昭和47年の沖縄復帰に伴い、日本に施設などが返還され、 空港整備法上の第二種空港となった。10年後の1982年、昭和57年、飛行場の施設管理権が航空自衛隊に全面移管された。現在では民間航空便の空港と航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊の航空機を主体する部隊や行政組織の沖縄県警航空隊、海上保安庁航空基地が飛行場内に置かれている。 2010年3月31日に沖縄新入管制区が廃止され那覇、新入管制区が新設されたことにより沖縄島周辺空域のターミナルレーダー管制業務は国土交通省の航空管制官によって行われる管制室は那覇航空交通管制部ビルに設置されているアメリカ軍機の飛行の調整のためアメリカ空軍所属の管制官が 那覇空港事務所に常駐することとなり、那覇空港事務所ビルに新たに、米空軍提供施設が設けられた。カデナ飛行場と那覇飛行場は、航空機侵入経路が交差しており、飛行高度の管理では、カデナ飛行場が優先される、詳しくは、カデナ飛行管制を参照。大量空侵犯措置任務を行う、航空自衛隊の戦闘機に対する管制業務を、 国土交通省所属の航空管制官が担当するのは全国に7カ所ある当該任務の飛行隊配置飛行場の中で那覇飛行場みであり他の6飛行場については航空自衛隊の航空管制官が担当している滑走路は3000メートル45メートルの1本那覇空港旅客ターミナル貨物ターミナルの2つのターミナルがあり県内の離島本土 海外を合わせて30以上の路線が就航している。日本トランスオーシャン航空、琉球エアーコミューターが東空港を拠点としている。上に、下記を中心とした繁忙期は、日本航空や全日空などの大手航空会社を中心に臨時便が多くなる。特に近年の海外との定期便や格安、航空会社の就航増加も、相まって中期スポットの数が逼迫し、誘導路上で、 離着陸機が待たされるケースも多く見られることから、滑走路を含めた関係施設の拡充を求め声もある。県都である那覇市の中心地からは、モノレールやバス、タクシーなどで10分程度と比較的立地条件が良い。ただし、沖縄本島の南北に細長い地形を考えると、南部地域にある同空港は、北部地域の利用者にとっては不便である。北部の中心都市である。 名護市と空港を結ぶ公共交通は1時間半以上かかる高速バス、または2時間以上かかる一般道経由の路線はしか存在しない。稀に、東空港周辺が悪天候などの理由で民間旅客機が一時的に派手な飛行場に着陸することがある。しかしその時は乗客は機内から出ることはできず、天候の回復や燃料の補給を待って那覇空港へ向けて、 再び離陸する。これは、カ手ナ飛行場内に、航空旅客施設が不足しているためであり、外国領土扱いだからではない。2017年度の年間利用客数は2116万1683人で、着陸回数は日本の空港で、第5位、旅客数は第6位、国内線だけで見ると着陸回数は第2位、旅客数は第4位となっている。 民間旅客機や貨物機、自衛隊機などを合わせた着陸回数は83,189回、2016年度で、滑走路1本あたりの密度は、福岡空港の87,198回に、ついで2番目に多く、10年連続最多を更新した。沖縄観光の好調さから、国内、海外路線とも順調に増えていることが要因となっている。需要予測では、 今後10年以内に旅客増加に対応できなくなると予想されている。この空港は需要増による容量の限界が近づいている上に航空自衛隊戦闘機のスクランブル発進との競合もあって滑走路上で事故が発生した際には他県との陸上交通の手段がない本県の交通に影響を与えることから平行滑走路の増設工事が行われている。 2008年1月25日までに国土交通省は正式に滑走路の増設の方針を固めた。2012年9月に滑走路増設事業の環境影響評価準備書が提出された。滑走路、間隔線3 1 0メートル、オープンパラレル、増設滑走路の長さ2700メートル、いう水面の埋め立て約160ヘクタールの計画で、 総事業費は1、816億円である。2014年1月に着工し、非公式は2014年、平成26年3月1日に行われた。2019年12月に工事が完成の予定であり、翌2020年3月末の供用開始を目指している。2019年6月1日現在、航空連合は、雨季の通りである。お ワンワールド SA スターアライアンス5末のは格安航空会社 LCC。航空連合は浮きの通りである。SA スターアライアンスをワンワールド ST スカイチームインは格安航空会社である。那覇空港を拠点として国際ハブ空港の一つと設定し、全日本空輸が深夜時間帯に貨物専用機を運航している東京。 羽田、東京、成田、名古屋、中部、大阪、関西、ソウル、新川、台北、桃園、上海、保東、鎮太鳳、アモイ、香港、バンコク、シンガポール。滑走路の北端東側に位置し、1999年に国内線、ターミナルビルとして整備された。北側に位置する国際線、ターミナルビルとは最内連結ターミナル施設で、 接続している。設計は安井建築設計事務所と宮平建築設計事務所が共同で担当。RCPC 作りで地上5階、地下1階建て。1999年平成11年3月25日に竣工同年5月26日に共用を開始。その後増築が繰り返し行われ、2013年9月20日に 延べ床面積5862平方メートルの第三次増築部が竣工。チェックインカウンターなどが増設され、翌9月21日に供用を開始した。滑走路に向かって2本のフィンガーが突き出しており、南側のフィンガーを日本航空、JAL グループが、北側のフィンガーを全日本空輸、ANA グループが使用する。36番ゲートは、 36A36 36バイト、エプロンでは 36R36 36リットルの2箇所で運用しているが、2機中機できるのはボーイング737から500に限られる。ボーイング737であっても、737から700及び737から800、NG シリーズが中機する際は、もう片方の搭乗口は使用できない。また、 21番、24番、27番、31番、34番、41番ゲートは、搭乗橋一本で乗降する小型機、ボーイング737、エアバス A320 から中型機、ボーイング767までしか中期できない。なお、かつて運行していた第一航空運航便は、不定期便扱いのため、ターミナルビル街の第一航空事務所、以前はターミナルビル内にあったの、 専用カウンターで、受付後、同社格納駒前からの登場となっていた。当初の旅客ターミナルビルは、1959年、昭和34年4月に、旧国際線ターミナルと後の第2、国内線ターミナルの位置、現在の44番スポット付近に完成し、同年5月9日に共用を開始した。百七十五年、昭和五十年四月、 沖縄国際海洋博覧会に合わせて、現在の貨物ターミナル付近に、国内専用の暫定ターミナルビルが完成。日本本土との路線が主に発着し、本土線ターミナルや第一ターミナルなどと呼ばれた。これに伴い、当初の旅客ターミナルは第二ターミナルとなり、主に南西航空が離島路線の発着に使用した。1987年、 昭和62年2月、現在の51番スポット付近に、新たな第二国内線、ターミナルビルが完成したが、現在の国内線、ターミナルビルの共用に伴い、国内線の第一、第二ターミナルビルは廃止、撤去された。館内中央部は2階から4階までの吹き抜けが、大きく取られており、この空間、2階部分を利用して、イベントや場所増しによる、 プロモーション活動などが行われることもある。1階の到着ロビーには観光案内所やレンタカー受付カウンター、クレジットカード利用者用ラウンジなどが、2階には手、荷物検査場、搭乗口、土産店及びコンビニエンスストア、薬局、郵便局、銀行店舗、金融機関 ATM、手荷物一時預かり所コインロッカーなどがあり、3階には、 搭乗手続きを行うチケットカウンターなどの施設が、それぞれ設けられている。レストランが1、3、4階にあるほか、無料の展望デッキが3階屋外の南北に分かれて、設置されている。2階には中規模なフードコートがある。モノレール、ユイレールの那覇空港駅や立体駐車場との連絡通路は2階に接続。道路は1階と3階に取り付けられており、 車両の動線が区分されている。ただし、レンタカー送迎や路線バスなど、1階のみで着発する、交通機関もある。国内線、ターミナルビルの運営は、1959年から、県内企業が出資する那覇空港ターミナルが担ったが、公共性の確保とターミナルビルの統合整備のため、現在の国内線、ターミナルビルが共用を開始した1999年からは、 沖縄県や那覇市、航空会社などが出資する第3セクターの那覇空港ビルディングが運営している。また、登場待合室内には国内唯一の国内線エリア内免税店 DFS ギャラリアがある。2002年の沖縄振興特別措置法の改正で設けられた特定免税店制度に基づき設けられており、クリスチャンディオールやロエベ。 モエーシャンドンなどの LVMH のブランドを中心とした香水や宝石、酒や時計などの高級ブランド品を免税で買うことができる。この店舗に近接して、那覇市内にある DFS ギャラリア沖縄で購入した免税品受取カウンターも設置されている。空港ビル会社及び航空会社により以下の空港ラウンジが設置されている。また、用人向けの 特別待合室が2室設置されている。国内線、ターミナルビルの北側に位置し、2014年に国際線、ターミナルビルとして整備された。国内線のターミナルビルとは最内、連結ターミナル施設で接続している。市設計、安井建築設計事務所、宮平設計が共同で設計し、体制建設などが施行。RC 作り。 プレキャストプレストレストコンクリート作り4階建て。総事業費は80億円で、2012年6月20日に、非公式が行われ、2014年、平成26年2月17日に供用を開始した。41から44番ゲートがあり、国際線、国内線供用の41番ゲートは、主にピーチアビエーションとバニラヤが使用する。旧国際線。 ターミナルビルは、1986年、昭和61年7月、現在の41番スポット付近に設けられた。国内線ターミナルとは、完全に別の棟で、搭乗橋がないため上空はタラップを使った。現在の国際線、ターミナルビルの共用に伴い、廃止、撤去され、跡地は、エプロンとなっている。1階には手荷物引き渡し所と税関が設けられ、 2階は出発ロビー、出国審査、搭乗口が、3階は入国審査、検疫、お及び一般エリアのレストラン、4階は見学者用デッキとなっている。搭乗待合所の座席数は、旧ターミナルの4倍に当たる500席を設け、さらに DFS ギャラリア免税店の面積も5倍余りに拡大された。国際線、ターミナルビルの運営は、 1986年の開設当初から那覇空港ターミナルが担ったが2004年平成16年に国内線ターミナルビルを管理する第3セクターの那覇空港ビルディングに管理を引き継いだ。新国際線ターミナルビルと国内線ターミナルビルとの間約400メートルを連絡するために建設された。 地上5階建てで延べ床面積は39,500メートル2017年に着工され2019年3月18日に供用を開始した37番と41番のボーディングブリッジ増設が行われこのうち41番ゲートは国内線国際線供用となっている国際線ターミナルから国際線のチェックインカウンターが移転し 従来の3倍の60ブースに増設されたほか、それまで LCC ターミナルを使用していたピーチアビエーションとバニラヤが移転し、チェックインと搭乗手続きに使用している。また、商業エリア、ゆいにチストリートやイベントホールも設けられた。2012年10月18日、空港北側の貨物ターミナル地区に格安航空会社用のターミナルとして供用を開始。 全日本空輸の貨物ウォア屋を改装した施設で、ピーチアビエーションとバニラヤが利用した。利用客のアクセスは、国内センターミナル1階から約10分間隔で、運行する連絡バス及び一部レンタカー会社の送迎バスに限られ、徒歩、タクシー、自家用車での立ち入りはできなかった。オープン当初は、シック設備がなかったため、ピーチアビエーションの国際線は、 国際線ターミナルから発着していたが、2014年2月10日から、国際線も利用を開始した。2019年3月18日に、ピーチアビエーションとバニラヤが新たに供用を開始した、災害連結ターミナル施設に移転したため、閉鎖された。なお、ターミナルの運営は ANA が行っていたため、ターミナルビルの情報は、那覇空港旅客ターミナルビルのホームページとは別に、 設けられた、那覇空港、LCC ターミナルホームページで提供された。2009年10月20日に、旧国内線第一ターミナル跡地に、新貨物ターミナルが完成し、国際線ターミナル脇の旧貨物ターミナルが移転し、26日から、業務を開始した。管理、運営会社は、那覇空港貨物ターミナル、大英空輸の子会社出資を募り、第三セクターへ。 従来のターミナルの倍以上の面積となる。国土交通省が2008年にまとめた基本計画では国内線、ターミナルビルを南北に拡張し最終的に4本のフィンガーに計23機のボーディングブリッジ、現行13機を持つ、際内兼用型ターミナルビルを整備するとしていた。また、現国内線旅客ターミナル建設時にはターミナル、そのものを滑走路の反対側、 現航空規格の小川に移設する沖合展開も検討されたことがあるが、工事の埋め立て問題や、都市モノレール計画の見直しなど交通アクセスに難があったため却下された。国内線旅客ターミナルビルから見て、国道332号を挟んだ東側の隣接地、敷地外に陸上自衛隊の那覇駐屯地があり、敷地内の北側空港エリアから順に、 大阪航空局那覇空港事務所、ビル、海上自衛隊那覇航空基地の施設群、航空自衛隊那覇基地の施設群が立ち並び、各自衛隊の飛行場施設などは、航空自衛隊那覇基地の管理下にある。管制塔は誘導路 E4、W4、e、をほぼ真正面に見る位置にあり、滑走路を西に見渡せる位置にある。管制塔南側は、那覇急難隊の格納庫、 陸上自衛隊第15ヘリコプター隊の格納庫と続き、さらに滑走路南端付近には大量空侵犯措置任務のため待機する航空自衛隊戦闘機のアラートハンガーがある。海上保安庁及び県警航空隊沖縄総合事務局の格納庫は滑走路を挟んで海側の西側シルベジワキにある。その格納庫の北側に那覇 VORTAC 南側にエンジンランナップエプロン、隣接する丘に航空自衛隊第5校舎組施設、管制塔がある。貨物ターミナルビル付近から見て、東側のビルは那覇航空交通管制部である。また、那覇空港の北には在日米軍の那覇軍港、那覇港湾施設が隣接する。航空自衛隊基地の総面積は約212万平方メートル。 自衛隊関係の施設が占める土地のうち国有地は、およそ1、5に過ぎず、残りの部分は、私有地を借用している。このため、賃貸料として地主に、年間50億円以上が支払われている。那覇基地ジャスデフ・那覇エヴァイス、基地司令は、第9航空団司令が兼務する。防衛省、自衛隊、共同機関、那覇航空基地、JMSDF、那覇エヴァイス、 飛行場施設隣接地に陸上自衛隊那覇中東地 JGSDF キャンプ那覇があり、下記の部隊が航空自衛隊那覇基地に運用する機体を中期している。格納庫が存在する、格納庫が存在する、運行本数、所要時間、料金等の詳細は該当項目や公式サイトにて最新情報を確認のこと。国内線エリア前と 国際線エリア前に乗り場がある。どの路線も両方の乗り場に発着する。那覇空港と主要リゾートホテルを結ぶ路線、リゾートホテル以外の一部の施設にも停車する。沖縄バスが運行。一般道経由、沖縄自動車道経由、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。